10月19日月曜日、あげき温泉あじさいの里で、いなべ市社会福祉協議会が平成27年度第2回はつらつ教室合同 OB 会を開催し、およそ120人が参加しました。これは通所型介護予防教室に毎週1回6ヶ月間通って卒業した皆さんが一堂に会し、体操やレクリエーションを楽しみながら交流を図るものです。介護予防を目的に運動機能の向上や物忘れ、閉じこもり、うつ予防、口腔ケアに効果的なプログラムが実施されているはつらつ教室。この教室を卒業した人がこれからも健康に過ごしていけるよう、いなべ市社会福祉協議会では皆さんの自主的な活動を応援しています。現在卒業生で作られたはつらつクラブは13団体。この日はそれらの団体の情報交換や交流も図られました。また健康寿命を伸ばし介護予防に役立つ知識の話や、噛んだり飲み込んだりする力を鍛えるのに有効なあいうべ体操などがあり、ぜひ参考にしたいという人が多く見られました。さらに楽しいレクリエーションで盛り上がりました。参加者の中には日頃あげき温泉でのほほえみクラブに参加する北西町の梶谷五一さん96歳の姿も見られ、今日は皆さんに会えることを楽しみにやってきました。健康の秘訣は50年続けている寝起きに飲むコップ一杯の水とラジオ体操です。100歳まで生きることが私の願いでしたが、その年に近づいてきたので最近は110歳までに目標を変えましたと生き生きとした表情で話していました。関係者は介護予防について知識を深めていただき、それぞれのクラブで自分たちに合ったプログラムを実施して、皆さんで手を取り合って元気に過ごしていただきたいですと話していました。これまでおよそ500人が卒業したはつらつ教室、詳しくはご覧のところまでお問い合わせください。